逃げろいたこいつだよ無理だジョー妖怪ウォッチを S ランクにするために倒さなきゃいけない妖怪の一人無理だジョーこいつだ探したよもうどんどん技をぶち込んでやるからうん耐えるね170も食らわしてんのにじゃあこのオロチの技どうかなおおちょっと犬神がやばいヤマタのオロチちょっと犬神を回復させないとやられちゃうやられちゃうトゲニャンのチクチク肉球うんー倒れないなさてさて D ランクなんですけど未だに現役な笑うツボ大笑いのツボうん、この回復の技はそんなに回復するわけじゃないんだけど、笑うツボを使ってる、まあ理由はですね、笑うツボね、結構ね、タフなんですよ。守りが100以上あるからね。まあ笑うツボもタフなんだけど、この敵もタフだな、随分。あ、ちょっと、無理だ、ジョーに技を使わせたくない。頼む、オロチ、やっつけてくれ。あぶねえ。そんなにダメージを受けてるわけじゃないんだけど、ちょっと笑うツボを回復します。ダブルハンバーガー、いや、チーズバーガーでいいか。あともう少しで倒せそうなんだけど。よっしゃ、あと一匹。オッケー。経験値737。結構もらったな。さてさて。これで3匹のうち1匹は倒したんで残りの2匹ですね。とりあえずこの嘘つき山を出ようと思います。出口発見。これが出口だね。さてさて、次の妖怪。なんか BGM がゲゲゲの鬼太郎みたいだね。妖魔界そろそろここら辺で降りればいい。あーちょっと追いかけられた。ここから降りよう。ん、なんかいる。こいつか。いや君は来るの待っていたよ竜人。リュウ君の真の力？うん、見てみたい。はい。これは別のクエストだね。よし、ちょっと戦ってみよう。ガリ王子も結構強かったんで、こいつも強そうだね。竜人っていうぐらいだから。いけるか。まず左右のリュウ君を先に潰す戦い方でいきたいと思います。さて。お守り使っていこうか。何使うか。妖力の札。やっぱり犬神だね。
犬神に妖力の札を使いました。彼が一番妖力が高いんでね。おお、やっぱ結構食らうね、通常攻撃でも。おお、すごい、200近く与えましたね。そしてちょっとオロチ回復させないとやばいな。さあ今度はオロチ。ああ、犬神やばい。竜くんも結構強いな。ヤマタノオロチ。さあこれを食らえば一番右の竜くん倒れるでしょう。倒れない。しぶといな。今一番右の竜くんを集中攻撃してるんだけど。よし、じゃあもう一回オロチの技。まだ倒れないのか。でもさすがにこのオロチの技を食らえば倒せるでしょう。これでどうだ。うお、まだ立ってる。しぶと、あ、オロチやられた。ちょっと早く一番右のリュウ君倒さないとちょっとまずいかもしれない。オッケー、とりあえず右のリュウ君倒した。敵の攻撃力半端ないんでね。氷結地獄。よし、これで技を出し切ったのでメンバーチェンジ。次はトギニャンの技を出そうと思います。トゲトゲ肉球。一撃トゲニャン。強いこの竜人。カラカラ、うわカラカラさん、あぶねえ、耐えた。ハイカラパラソル。ちょっとカラカラさんやばいね、回復しないと。ダブルハンバーガー。もう攻撃系の技は全部出し切っちゃったんだけど、いけるか。おお、倒せた。あぶねえ、一撃でやられると思わなかった。トギニャンの方が HP 高いんだけど、カラカラさんより。だけどトギニャンは一撃でやられて、カラカラさんは耐えたね。なんでだろう、守りがカラカラさんの方が強かったっけな。竜神の玉。あ、なるほど、竜くんと今もらった竜神の玉を合成すればもしかして竜神になれるのかな。オッケー。今回結構竜神強かったんで結構経験値もらえるんじゃないかな。お、2435、ありがとうございます。お、ボーナスチャンス当たり、イエーイ。真面目に生きるを手に入れた。あ、なかなかいいですね。ちょっと回復しないとやばいね。さてここに目的の妖怪が一人いるんだけど、さっきのやつは違かったね。妖怪ウォッチを S ランクにするために倒さなきゃいけない妖怪どこだ。